1977年の朝日駅と周囲約500メートル範囲、右下が中優別方面。中優別側に、優別町西六線の踏切があり、周囲は暴風雪林に囲まれている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成朝日駅は、北海道門別郡上優別町朝日に、かつて存在した。 北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。一部の普通列車は通過した4月30日時点で、下り3本上り3本。所在地名より、地名は朝日がよく見えて気持ちが良いという意で名付けられたとされる。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する。 地上駅であった。ホームは線路の南西側に存在した。点鉄機を持たない防線駅となっていた。無人駅となっており、駅舎はなかったが、ホーム中央部分に待合所を有していた。ホームは石組どもりであった。2001年時点では、当駅の施設は何も残されていない。 2011年時点でも同様であった、駅跡地は笹やぶと化している、朝光城工場に関するカテゴリー。ありがとうございます。